今日はですね空海特集ということでですね空海に関する動画8本先ほどまでに アップロードさせていただきました。たくさんあります。その中でも8本選んでみましたで。調べれば調べるほど奥が深いのが空海ということになります。日本でですね、僧侶の中では最も奥深い謎めいた、まあ、つまりは僧侶ということになるわけですけども、僧侶以上の僧侶ということになるわけですね。つまりですね、 まあこうして14年と5ヶ月、検証を続けてきたわけですけれども、その時々において、ですね、全く別の切り口から、まあ、そうしたその謎に迫っていくわけですけれども、やがて、ですね、まあ、例えば空海について言うならば、ですね、いつの間にか空海についての動画が、ですね、何十本もまあ集まっ、まあ、発行して、まあ、私の立場からすればですね、発行してきたということになるわけですけれども、 まあ調べれば調べるほどいろいろ出てくるのが空海ということになります。こうした僧侶といいますかね、は他にはいないですね。はいまあ、ともかく日本で最も謎めいて、つまりは奥の深い僧ということになるわけです。で、まあ、ご覧いただいている動画がですね、今日先ほどまでにアップロードしました8本の動画ということになります。まあ、左上からですね、右の方に1、2、3、4、5と来て、下へ来て、6、7、8と並んでいます。 ですから、まあ皆さんこうしてご覧いただいてまご覧くださってですね。あ、これは面白そうだなというふうに感じていただけたまあいただけるような動画があればですね。その動画を見ていただければいいと私は思っています。で、左上の1番からですね。番号123、45678ですけど、小さい位ですけども,も4197の1ですね。で1位っていう風うにまあ。 統一してこれから説明しますけれども、1と2は、ですね要するに空海はですね極小という奇妙なその法具を持っているわけですよね、その法具とは何かということですけれども、まあ、日本ではです、ね、いろんな説明がなされてますけれども、まあ、私が調べた範囲では、ですねゼウスのサンダーボルトに由来しているということですね。 それからまあ全世界に散ってインドにも入って、それからまあチベットにも入って、それがです、ね、空海の手に渡ったということですよね、渡、まあ、ってたと思うというか、ね、もちろんマルトウ君が持っていたそのサンダーボルト、ライデンというんですけれども、ね、強力な武器だったみたいですね、いわゆるまあ一緒にしてというような感じでそのまあ雷、雷鳴を起こしてです、ね、そしてまあ相手を倒してしまう。 雷鳴、稲妻ですかね、そういうものが起きてです、ね、それでそういった相手を倒すという、まあまあ、神々の世界においても最強の武器であったというふうに言われています、それがですね、今、一番でご覧いただいている、まあ、これはゼウス像に表現されているライデン、サンダーボルトです、でこれがですね、ご公所の原型であるということになるわけですね、これは私の設定ではなくて、ですね、西洋ではもう古くからですね、ゼウスのサンダーボルトがですね、まあ、そのチベットへ入って、えー 5個になったとということですね、まあ、あの先ほどの数によって、まあ、4個所、1個所というか、ここにドこれはドック、ドック、ドというんですけども、ね、1本、今ちょうど1番で見せて、1番の右でご覧いただいているのが1本ですよね、で空海はあの6本だったかな、まあ、とにかく5個所、5本で,5個ですからね、5ですね、ごめんなさい、5本の、まあ、角が、角って言いますか、出っ張りがあるということですね。です、もともとはこのあ、いわゆるライデンという武器はです、ね、マルドックのものだったんですよねバ、バビロンの出身、マルドックだったんですけども、 まあゼウス、なおに献上したということですね、それ以後、まあ、ゼウスの持ち物になったということですけどもね、まあ、ですから、まあ、空海が現物をもらったということではなくてです、ねまあ、一つのシンボル的なアイテムとして、まあ、つまりは模型的なものをです、ねまあ、空海が、まあ、その手にしたということではないでしょうか、で1、2でそれを皆さんに紹介しました、で3が、ね、これはあの空海はです、ね、比数学を使っています。 88箇所っていうのはですね、8、八でしょ ?8 たす8は16ですね。16っていうのは16なんですよね。えつまり、あのー、 バビロニアの比数実、比数学によればですね、16というのは大変意味のある数字ということになるわけで、例えば曜日もですね、1たす6の、まあ、いわゆるその比数学によってできているということです。それあ3で皆さんにご覧いただいてますけどもね、まあ、これは林博士の曜日モデルですけども、外惑星3個、内惑星3個、逆ですかね、内惑星3個、外惑星3個、で外惑星の方を逆三角形にして組み合わせたのが、いわゆる 六望星、わるるダビデの星となるわけです。それに、まあ、太陽から近い方からですね、水、金、地、で地球はあの月と置き換えます、火、木、土を置いて、ですね、そして順に並べたのが私たちは現代している日月火、水、木、金、土になったわけですけども、ここでも1たす6が使われているということですね。つまり という数字になぜ空海がこだわったかというと、ですねつまり1たす6の非数実にこだわったということになります。ついでですけども、日蓮もですね、まあ、最も重要な本尊として、まあ,あわる本尊としてですね書いたのが、帆田の妙法寺にあります、お筆の本尊っていうんですけども、あの下にはですね16行の三文が書いてあります、16, 16ですね、やはりねで。それは最も重要な本尊でして、日本でも国宝になってますけどもね。まあ 穂田の妙本寺のお筆の本尊、まあ。ということですね、それも16ということになっているわけです。16という,という数字にこだわったということですね。というような例をですねいくつかここで挙げましてね、3番目で、つまりなぜ空海がですね88箇所にこだわったかという理由をですね説明しています。そして4番ですね、4番はですね空海の巨大、まあ、テクノロジーということで、ですね万能域を挙げました。 で万能池というのは、空海が施行したと言いますかね、空海の指示によってできた、まあ、池ということになるわけですけども、毎年ね、反乱に反乱を重ねていたことに対して、ですね地元の人たちがですね空海に頼んで、ですねそして万能池をですね収、ね、めてもらったということなんですね、そこで空海はですねこの万能池に堤防を作るわけですけども、大円庫の堤防を作ったということですね、おそらく世界でも初めての大円庫の堤防だと思います。 日本でもですね、ごくまあ戦時中ぐらいまではですね、ダムというと、直線的なダムを作っていたわけですけれども、直線的なダムっていうのは、ですね、強度的にも大変弱いわけですよね。ですから、大円湖のダムを作るということが、ですね、大変技術的にも優れた方法であるということを、ですね、近代の近代工学の中でもですね、証明されているということになります。今ちょうど4のところで見せているのがです、ね、モーシモホス、モホスの腎臓、ね、庫です、えー。このラガグア湖 だったと思いますけど、ラガクアコの大きさはですね、高、え、縦、ー、がですね20キロ以上、幅がですね5、6キロあるんですよね。まあこれが腎臓こうということに。 なっていますというのは、ですね土手をですね人工的に盛り上げて、その中に水を溜めてできた湖ということなんですよね、まあ、もしね皆さんの中で、いわゆる神々の巨大土木を調べてみたいなというふうに思われる方がいらっしゃいましたらね、ボリビアボモホスのです、ね、ベニのモホスの、このモ,モホスのいわゆる ダ,ダムと、まあ、言いますか、腎臓庫を丁に、ね、調べられたらいいんじゃないかと思います。で、半角もそうですけどもね、半角今ちょうど見ていただいたのは半角骨ですけどもね、やはりここでも楕円庫が使われているということです。半角骨の場合は1つしかありませんから、これ,これだけをもってですね腎臓庫ということは証明できませんけども、私はその半角骨もです、ね、巨大な腎臓庫であると考えています、そしてここでもですね楕円庫が、まあ、楕円の形をした堤防が使われているということですね。 そして5番目が重要なんですけれどもチ、えー、チベットの新発にありますミルクボ、大ミルク勒菩前殿のですね、まあ、これ、は左側があのいわゆるミルクボ菩薩藻ということになるわけですよね、で右側はですね、えー、大日如来ですね、日本のね。 えっと、今画面が大変小さいものですから、あの少し見にくいんですけれども、要するに何が言いたいかというとです、ね前、現状です、ね、三蔵がぐるっと、ね、ヒマラヤを回ってです、ね、そしてインドのラル。 その、ナーランダ大学へ行って仏教を学んで、それをですね、また戻ってきて、それをシーアンに伝えたというのは、私はもうそれはありえないと思います。というのはですね、えー、空海がですね、その玄城三蔵の,の寺に行ってですね、まあ、玄城三蔵の二番弟子がですね、チスという、まあ、その、僧、日本人の僧侶だったんですよね。で、チスがですね、八から八デ寺からですね、奈良の八タ寺から出かけて行って、シーアンでね、玄城三蔵の二番弟子になるわけですけども、その、 まあ、そういう流れ、が、まあ、行き去ってますから、ゆえんがあって、ですね後の空海がですね八田寺で、まあ、若い頃に、ね、修行したわけです。そこが金剛戦時、えーまあ、八田寺って、こう三剛が金剛、ね、戦時、八田寺となっているわけですけども、その八田寺で修行して、それでその西安に渡って西安から西安ですね、行って、そして、えー いわゆる玄城三蔵が持ち帰ったという経典などをです、ね、いわゆる日本では密教という、まあ、言われてますけど密教を持ち帰って、そしてまあ天皇にです、ねえー、転送して、ですねそしてその今後、無事、えー、高野山を建立するわけです。まあ、そういう関係でな、まあ、つながっているんですけども、そうしますとね、もし玄城三蔵がですねナーランダ大学行ったらですね、 このチベット密教は持ってこなかったはずなんですよ。というのは、ナーランダ大学はです、ね、南天仏教の本,本拠地ですからね、つまりそこからナーランダ大学,ナーランダ大学で生まれた仏教が、ですねいわゆるまあ東南アジアへと伝わっていったわけです。日本ではですね軽蔑の念を込めてね、ね象徴仏教なんて言ってますけども、もむしろ向こうの方が本流だということですね。それに対して、まあ、中国を経て日本に来たのをです、ね、大乗仏教って言いますけども、 正しくは北伝仏教というのが正しいわけですけどもね、その北伝仏教であるならばですね、ナーランダ大学での仏教ということになるわけですけども、まあ、どう見てもですね、これはチベットの新月ェの弥勒菩薩像と日本のですね、空海が持ち帰ったその像がですね、全ての面において一致しているということはですね、西安の現状三像、 現像三蔵が,三がです、ね、持ち帰った現像三蔵の、まあ、開いた法曹、まあ、集というんですけども、ね、その仏教というのはです、ね、中国インドから来たものではなくてです、ね、チベットから来たものだということです、な玄ですなわち現状三蔵はインドへは行ってなかった説がそこから出てきます。まあ、たまたまですね,多分ですねナーランド大学に名前の類似した人がいたとかね、まあ、た例えばナーランド大学に、まあ、中国からの、まあ いわゆる留学生がいたようなところを捕まえて、ですねそれがその現状三蔵に違いないというようなことに結びつけて、ですね現在、まあ、どんな教科書でも日本では、ですね現状三蔵はですね国禁を犯してね、まあああの、歴史学者の先生たちが好きな言葉ですけれども、国禁を犯して、そしてイン,インドを渡って、そのインドのね、いわゆる台上。 ごめんなさい少女仏教と言われている、いわゆる南天仏教を持ち帰ったという風にして教えているわけですけども、ね、しかし、どう考えたって、南殿仏教じゃないですね、いわゆる空海が日本に伝えた密教はです、ね、密教、もともとはみれいと言われてたんですけど、みれいをです、ねまあ、中国の、まあて字でみみ、ね、ですから、密の密つという当てただけです。決して秘密にするから、密教という意味じゃないんですよね。これは大変大きく誤解されているところだと思います。で6番目がですね 7番6番目ですね、6番目がです、ね、ニレベ定数です、これはです、ね、大変なことだと思います。どういうことかというとです、ね、バグダッドの南に2レベというところがあるんですけどもね、そこの2レベというところで,です、ね、ニレベ定数というのが発見されるわけです。2、ま、レ、あ、ベ定数というのが正しいんだそうですけども、2レベ,ベ定数というのが発見されるわけです。そのニネベ定数というのは、ね、つまりは宇宙すべての星星惑星惑 をまあ、統括すする大変な数字でであったわけです人間が絶対に知るしもなかった数字なんですけどもそれをですね空海が知っていたということでニネベ定数空海と2年ベ定数ということでですね6番目にそれを挙げさせていただきました、まあ、皆さんの中でね数学が好きだあるいは得意だとうう、まあ、思ってらっしゃる方がいらっしゃいましたらですねこの6番をぜひ見ていただきたいと思います。まあ、空海がですねなんと ミレベテイスジョイスをですね。口にしていたということです。これありえないことなんですよね。つまりこのこういうところからですね。まあ、それはあの空海の。まあ じゃなくて、2レベル定数というのは、私、別のところから調べていきましたら、ですね、空海がそれを知っていたと,いうところに当たったということなんですね。つまり、ですね、空海という層は、ですね、ただの層ではないということになるわけですけども、調べれば調べるほど、そういう形で、ですね、どん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 とこういうふうに謎が解けていって、そして、そそのそ、れを、まあ、こうした謎がですね、積み重なって、そして空海という、 方のですね臓がですね大きく浮かび上がってくるということですこれは私の謎解きの世界でもよくあることです例えば一つの謎を調べていくとそこどっかへぶつかる 今度は全く別のところで調べていくと、またどっかへぶつかる。そのぶつかったところでですね、まあ、一つのまた像を作っていくと言いますかね、形が現れてくる形というようなしでですね、その巨大な謎がその向こうに見えてくるということはよくあるわけですけれども、空海はまさにそういう謎の層であったということになるわけです。つまり、あ、ですね、今言ったその6番目の2レベ定数にしてもですね、当時の日本にいた、 その空海がです、ね、資料師も絶対に資料品もなかった数字がその中に出てきたということです。まあ、その空海の残した遺言を、ね、調べていったらそれが分かったということになったわけですけれども、そういうところからですね空海をですね指導していたのは、つまりは人間ではなくて、はっきり言えばその上,上の方、つまりもっと上位の神であったということになってくるわけです。そういういい意味においてもですね、まあ、空海の、まあ一体 立ち位置って言いますかね、立場をですね、明確にする上においてもですね、六番の動画はですね、大変興味深い動画だと思います。ぜひま皆さんにご覧いただきたいなと思っています。そして7番目がですね、この全通字。 があの一つのポイントになるんですけども全数字というのは正確にあのあのナスカの方を向いているんですね、そういうところから、ですねあのいわゆる、まあ、私,私が言う、えー、ナスカ、ナスカじゃないです、ナスもナスカもそんな含まれるわけですけども、世界をの拠点と拠点をつなぐね、ねつまりはその、いわゆるライン理論に、まあ、その一致してくるということです。これもですねやはりライン理論を調べているうちにです、ね、空海が出てきたということになります。まあ、そういうい形でですね 奥の深い謎の人物というのは、ですね調べれば調べるほど、また別の事実が浮かんでくるということになります。で、一番最後の8番目になりますけども、これは総集編ということで、大変長い動画で、たまた今はですね現状三蔵がですねインド行っていなかったという部分をですねクローズアップして説明しているところです。まあ、その要するに、この日本で作り上げられたその歴史というのはですね、 矛盾だらけだということですね。そしてその、どこかのね、独裁国家のようにですね、権者が頂点に座ってですね、そして、その方が決めた、その歴史観、あるいは歴史、 歴史をですね、まあ、あとはですね、下にいる人たちが、ですね、私も含めてですけども、ありがたくそのいただくというような姿勢ですよね、これはもう、えー、学問の民主主義という意味においても、ですね、日本という国は大変遅れているということですね、そして中心にあるのが、教科書ということになるわけですけどもね、世界広人というよりでもです、ね、教科書というふうに国定教科書を使っている、あるいは検定教科書でも国定教科書でも一緒なんですけども、そういうものを使っている国というのは、極めてなっていすかね、限られている、あるいはもっと言えばですね、まあ、 その民主主義のいわゆる発達度合いがです、ね、極めて低い国家の、まあ、いわゆるにおいて見られる現象なんですけどもね、まあ、日本も残念ながらです、ね、学問という世界においては、まあ、世界の潮流から外れてしまっているということですね、同時に教育もです、ねまあ、その世界の潮流から外れてしまっているということですね。つまり例えばですね、簡単な例ですけども、ヨーロッパではです、ね、小学校、中学校のとき、まあ、小学校ですね、特に。あ る社会科の勉強でも、ですね、それぞれの子どもにです、ね、課題を与えて、ですね、そして半年、あるいは1年かけて、その子どもにそれを調べさせて、そして半年、あるいは1年ごとに、ですね、みんなの前でその調べたことを発表させるというのは、これが社会科の教科書ですよね。ところが日本は、まあ、どういう。い 教育をしているかということは、皆さんご存じの通りの、今日いわゆる内容だということですよね、逆らっちゃいけないんですよ、今、中学生、職にね、私、買って注意したんですけども、学校の先生にね、銅鐸は本当に金なのか、学校の先生に聞いてみてごらんということをね、子どもたちに言いましたらですね、子どもたちはすかさず言いましたね、へい先生、そんなこと学校の先生に聞いたら、社会のテストの,テテストの成績、例になっちゃうよ、1点になっちゃうよって言ってね、あのまあ、 子供たちの反発しましたけれどもね、まあ、それが日本の教育の、いわゆる私たちの知ら,知らないと言いますかね、知っているんですけれどもね、まあ、私たちが、まあ、問題とすべき側面ではないかと思います。まあ、現に今でもそうですけれどもね、あのはい、まあ、それ以上の批判はここでは避けるますけれども、要するに、まあ、その例えばこの現状三蔵がですね、そのインドまで行ってですね、いわゆるまあ 密教,ですね、密教を、大体ナーランド大学で密教なんかあるわけないんですけど、密教を持ち帰ってきたということになってしまいますからね。はいということです。まあ、密教のもともとはですね、まあ、その仏教とは違うものですかね。 弥勒菩薩教ですからね。ですから、その、弥勒菩薩教と仏陀の説いた仏教とは、これは全く異質なんですけども、日本ではそれはごちゃまぜになってますからね。それはみんな、あの、一度中国でね、プールされてますから、それが、な遣隋使、遣唐使によって、ドカーンと日本に入ってきたもんですから、もうめちゃくちゃになってますよね。鎌倉の寺さんなんかあちこち回っても、どこでもですね、仏陀を真ん中に置いてですね、その両脇に弥勒菩薩を置いてますけども、本来なら弥勒菩薩像の方がですね、位が上なんですから、弥勒菩薩を中心に置いて、 で、仏陀を横に置かなければならないんですけどもね。まあ、そういう形でそのいわゆる観音様ですね。分かりやすく言えばね。観音様イコール弥勒菩薩像ということになるわけですけどもね。ですから、まあ、まてらお寺さんによっては観音菩薩像とまあ、ブッダ仏教仏陀をね。一緒に祀ってますけども、どちらかというと観音菩薩の方が脇にやられているって感じですよね？ 実際にはそうではなくて、観音菩薩の方がですね、仏体りも遥かに暗いが多いたということですね。というのは、仏陀の、のお父さんがストダナゴータマであり、その娘がですね、私が知っているシッターダゴータマということになるということになるわけです。まあ、それは今日は余計なことですけどもね、ともかくもですね、調べれば調べるほど奥が深い謎の層がですね、つまりは空海ということになります。 その空海の特集をですね、今日してみました。で、8本の動画をこのようにねあの、皆さんにご覧いただけるようになっていますので、まあね、8本ですから、これを見たい見て、見てみようかなっていうのがありましたらですね、ぜひ見てください。ということで、今日はですね、8本の動画の紹介版ということで、このような動画を作らせていただきました。では、今日はここで失礼します。Bye for now.